後藤まるまる作とがき野球編。プロ野球デイゲーム9回裏ツーアウト満塁、ピッチャー後藤、バッター丸、カウント 2-3、 点差はわずか1点、次の1球で勝負が、そして優勝チームが決まる。必ず俺が抑えてチームを優勝に導いてみて、次の1球で俺の野球人生が終わっても構わない。燃える後藤、ものすごく長い鼻毛が2本出ている。野外球場なので風でビラビラしている。さあ来い、どんな球でも打ち砕いてやる。肩を触り、右手の袖を直し、首を横に2回振り、チンポジを直し、エロいことを考え、鼻の下を伸ばし、いかんいかんと叫ぶ。ルーティンをこなし打席に入る。家族の顔を思い浮かべる後藤、ギャンブルしか興味のない父、130キロある母、働くのが嫌いという理由だけで無職の兄、ああ男が欲しいが口癖の妹、次肩が痛む、昨日ゲーセンで輪投げしすぎたか。高まる緊張感、訪れた静寂、青い空、白い雲、芳醇な香り、球場内を歩く鳩、それを追いかけるゴールデンレトリバー、昼だから見えないが落ちる流れ星、ドッキリで落とし穴に落ちる流れ星中へ。セットポジションに入ること、やはり鼻毛は出ている。足を上げる丸、まだちょっとエロいことを考えている。緊張と興奮で全身がガタガタ震えるキャッチャー、鼻くそをほじるファースト、チャック全開のまま1日プレイしたセカンド、おならをしたら身が出そうになりやべえとつぶやくサード、女の子はショートヘアよりロングヘアが好きなショート、朝妻に離婚しようと言われ試合どころじゃないレフト、実はブラをしているセンター、ブサイクなライト、キャッチャー震えすぎだよどうと爆笑するベンチの選手たち、痛風のコーチ、口が臭い監督、誰一人いない観客、朝夫に離婚しようと言えて気分がいいウグイス嬢、声が枯れて今日一言も喋ってない実況、野球よりサッカーが好きな解説、テレビの前で祈る徳光和夫、番組収録より野球が気になる中居正広、ゆで卵を食べる坂東英二、同じことを2回言う鈴木奈々、そして放たれる渾身のストレート、カーンファール。野球にはこれがある、いくら引っ張って盛り上げてもファールというものがある。再びセットポジションに入ること、いつの間にか鼻毛は抜けている。足を上げる丸、さっきエロいことを考えていたから抜けている、なんという年もネタ、笑われて恥ずかしさでさらに震えるキャッチャー、鼻くそをほじる姿にやる気がなさすぎるとブログが炎上中のファースト、チャック全開なのに気づき顔が真っ赤になるセカンド、また一周するのしつけよと言われそうなので以下省略、同じことを2回言う鈴木奈々、ここから再開、そして放たれる渾身のストレート、129キロ、これが全力、肩が痛いからとかじゃない、南東派、ボール、フォアボール、チクショー、これがリアルである。9回裏ツーアウト満塁でエースと4番が対決したところで必ず決着がつくとは限らない、俺のリードのせいだと死にたくなるキャッチャー、この後ブログを見て死にたくなるファースト、以下省略、鈴木奈々も省略、落とし穴から出られず水をかけられる中英、鳩を捕らえるゴールデンレトリバー、奪われた尊い命、命には大きいも小さいもない、同じ星に住む仲間同士、胸を張り全力で生きていきましょう、いいことを言おうとしたがいまいち浅い、ここで流れるサライ歌、中居正広、その後試合は延長となり歴史に残る死闘を繰り広げることになるのだが、それはまた別のお話、ご覧の通り思い浮かばなかった大内、痛感する力不足。